はいどうも、パワープロアプリを通じて明らかに金銭感覚がおかしくなった男ミストです。はい、本日はですね、もう攻略動画でも何でもないんですけど、ただただ私のねお悩み相談に皆さんも巻き込んでいくという動画になってしまうんですけども、はい、まあ同じ悩みを抱えている方がいたら幸いですという中でね、早速やっていきたいんですけども、こちらのですね25周年スペシャルSR 選択ガチャ券、PSR 選択ガチャ券、まだ使われてない方いらっしゃいますでしょうか。で、私もそろそろ使っていこうかなって考えてたんですよ、ちょうど。うん。で、やっぱりその中で取る筆頭候補になってくるキャラが、このやっぱ先駆け。うん。だこいつを自前で持ってるか持ってないかで、だいぶね、エビル野手のデッキの選択の幅が変わってくるんですよね。はい。やっぱりフレンドで使うならね、やっぱり50の第5とかね、私で言うとメイカのね、ボタンも持ってないんでメイカも借りたいですし、最近も45なんでね、50借りたいっていうね、思いがね、多々あるんですよね。うん、その悩みが、この先駆けを取ることによって、まあ、ひとまず解決するんですよ。うん。まあ選択ガチャ券と使っていけば、多分45作ってね、42か44にはこいつできるんですよ。で、まあ覚醒はまあ頑張ればね、こちらで用意できるんで、42の最悪覚醒マックスみたいなね、先駆けは作れるんですよ。まあ試合経験でもらうんですかね、ちょっと 5% 欲しいとこではあるんですけどね。それを作って、再起だったり、大悟を借りて、今のね、環境で、エビル野手をやっていくのか、まだちょっとね、ちょっと、我慢して、次なるインフレに備えて、そのインフレに適応したキャラが来たタイミングでそのキャラをゲッチュするのか、すごい悩んでるんですよね。はい。まあ、このね、考えに至ったっていうのも、まあ、作品20期間っていうのももちろんそうなんですけど、まあ、ゲームイズさんでね、やっぱり、PSL センターガチャ券、まだ使ってないっていう方がいらっしゃるんであれば、先駆けを取ることをね、強くおすすめするという記事があったんですよ。まあそれ見て、あ、確かになと。これ取れば明らかに野手のデッキの幅広がるし、更新もね、しやすくなるなとは思ったんですよ。はい。なので、このタイミングで使うべきなのかなっていうね、うん、お悩みを聞いてくださいっていう動画になってるんですけども、うん、ちなみになんかまあコメント欄等でこれ撮ったとか、こういうボックス状況でこれ撮りましたとか教えていただけると非常に参考になる。まあこの動画を見てくださってる人たちの中でも、まあ、意見交換等できると思うんで、うん、ぜひね書いてってほしいなと思っております。はい。で、ちなみに先駆け以外で言うと、やっぱりね、有能なキャラたくさんいるんですよ。今の環境でも。はい。まあ、ちょっとアーサーは上から見ていくと、アーサーはちょっと、優先度が下がってしまったっていうのはあるんですけども、まあ、次なる高校次第では輝くかもしれないしね。うん、ちなみにここ取れば、即50ですね。はい。っていうのもあるし、まあ、暁いかり進むね。今後覚醒濃厚、このキャラ、取ると環境が変わるかもしれないってのもあると思います。その上のね、暗黒スバルも、うん、まあ金徳さえ通してしまえば、イベントのさえ完走してしまえば、もうボーナス覚醒テーブルで言ったら割と破格なテーブルしてるんでね、はい、これも欲しいなと思いますしね。うん、まあエミリーもね、新街道っていう環境でありますし、オーダーもね、教会に来た時輝きますし、ルカちゃんなんかもね、絶対ね、このまま終わるキャラじゃないと思うんだよね。このキャラが輝く環境も来ると思います。フリスレ、ミヤビも欲しい。鏡も強い。うん。あと、ワイルド雷とかね、持ってないんで欲しいですね。シュラキバ、ユニキバ、ユニシズカ、ここも欲しいし、クネミアも50に近づくし。いや、マジでね、めっちゃいるんすよね。本当に。うん。シドレミもね、解放に使えるし。あとは何だろう、みずきちゃんもね、コントロール、条件、プラス4までいけることできるかもしんないし、あとは、何だろうな、アスネは、
バイアスの解放、そんなもんかな。マグロも50になるしね。ミクリア欲しいな。ミクリアもなんかすげえ別バー来る気がしてるんですけどね。真剣野球とか、はい、そんなとこですかね。はい、もうね、貯めてるのはいいんですけど、ここらでぶっ放すか、次なる環境に取っといた方がいいのか、これね、ちょっと本当にね、意見をお聞かせ願いたいですね。だ今は、あえてね、先駆け取らないでね、必死に投手サクセスしかやってないんですけども、まあ、ぶっちゃけて言えば、ガチャで PSR の先駆けを引いちゃえばいいんですよね。はい。それが、そういうガチャが来た時に引けたら、まあ解決することではあるんですけども、まあちょっと当分、なんか前来たよね、先駆けが4回目で4分の1か5分の1くらいで確定のガチャ。あれ引いときゃよかったなーってすげえね、思いますね。はい。まあ選択ガチャ券 SR の方は、まあそんなに、本当に PSR の解放狙いくらいしか、もう多分ね、母体は 98% くらいもうこの中で持ってると思うんで、まあ解放狙いに使っちゃってもいいのかなとは思ってるんですけども、まあわかんないんですね、本当に。いつね、こういうキャラが輝き出すとかわからないですからね。はい。その例のヒット候補が本当先駆けですよね、エビル高校出てきた時に。いや、もうバンバンミキサーしてましたからね、R も PR も SR も。もう悔やまれますね、本当に。はい。ああいう感じでポッとね、有能キャラが出てくることあるんで、あの、選択ガチャ券等は、取っておくと、こういうね、新周波のやつとでも、取っておくと、あ、そういえば取っててよかったっていうね、思える日が絶対に来るので、もうね、タイミング、非常に大切だなと思います。はい。なのでね、まあ、同じ悩み抱えてる方は、まあ、一人で抱え込まずね、あの、周りと、しっかりと相談して、まあ、友達でもいいですし、ツイッターの人でもいいですし、しっかりと相談した上で、もう、今後来るガチャとか、もろもろすべて予想した上で、使っていくのがいいのかなと思っております。はい。今、非常に私は揺れてる中、その揺れる思いを殺して、ひたすらね、投手サクセスに励んでおります。はい。まあ、先日あげたね、PG デッキの、紹介動画でもね、もう私はほとんどフル覚醒の先駆けを借りざるを得ない状況でしたので、そういうところが、まあ、更新に踏み出せない要因なのかなと、も考えております。はい。ちなみに今、R プラ4、PR プラ3、で、SR がプラ3なんですね、確か。はい。これね、なんと、PN の先駆けをゲットすることによって、この連鎖するんですよね。これが R プラ5になって、R プラ5が PR プラ3入れて、2段階行って PR プラ5になって、PR プラ5が2段階行って、SR プラ5になるみたいなね、大連鎖が発生する恐れもあるんで、ちょっと、PN の先駆けが今、なんだかんだ一番欲しいかもしれない。はい。まあ、PN 牧場の醍醐味ですよね、この大連鎖。このね、ぷよぷよのみたいな大連鎖を組むことによって、さらにプラゴになればね、PSR ゲットした時に混ぜた時に、最初に言った通り、42か42はできるんでね。はい。で、SR 選択ガチャ券の先駆け。仮に44になって、選択ガチャ券の先駆け取って46になれば、バンバン剤っていうね、神展開も予測できるんですけど、まあ今はちょっとそこにね、踏み切れてないっていう感じで、こちら言います。はい。まあなんかね、逆に、使わなすぎて消費期限が切れちゃうみたいなことはないので、まあさすがにね、1年も経てばもうこの選択ガチャ券で取れるキャラ、以外のキャラが多分たくさん出てきてて、そのキャラに環境がね支配されてるというようなことはあると思うんですけど、まあまだ全然年末ですからね、これ来たの、って言って何やかんやもう4ヶ月経っちゃってるんですよね。はい、4ヶ月よくね我慢して取っといたなっていうのもあるんですけども、いやー、本当に、本当に、ただただ私がね、悩んでる動画で申し訳ないんですけども、本当に、ご利用は計画的にじゃないですけど、一回きりなんで、こういうガチャ券は、はい。繰り返しになりますが、コメント欄等で56のほど、お願いいたします。はい。
こういう、なんだろう、よくわかんないガチャがポッと出てくることもあるので、まあ、4月のグラスラまでちょっと様子見るかなっていうのもありますね。はい。今後はやっぱゴールデンウィークも控えてますし、まあ、そういうガチャのね、副産物で出たりするんでね、なんか、ポッと PSR とかが。はい。まあ、本当に、タイミングって難しいので、まあ、ちょっと今の自分の心境は、もうエビルの次の環境の野手の、まあ、最強高校が出た時に、まあ、その、適応キャラを使おうかなって感じですね。ただ、投手サクセスばっかやりまくってて、マジでもう最近エビル野手やりたくて仕方ないので、先駆けね、撮ろうかなと、めちゃくちゃ考えてしまってるので、この動画を撮らせていただきました。はい。ぜひね、チャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。はい。こんな雑談動画で申し訳ございません。では、失礼します。See you!